先生がもう一肌脱ぐしかないわね。どうして好きなだけじゃダメなんだろうな。やりたいことからは逃げられないんだ。私は少しだけ思い出したよ。コスプレを始めた時の気持ち。大事なのは何のためにやるかじゃないの。コスプレしたいからするのよ。止められないの。